いや、こっちです。ちょっと寝てたかもバレ通し。はさて感じ。よい。よい。よい。寝跡あんねんけど。寝すぎて。マジ今日やばい、めっちゃ寝とった。無理、ずっと寝とった。何してたんって感じ。何してたんっていうか、なんかほんまにレナロングスリーパーかもしれへん。ほんとにガチガチです、ガチです。いや起きてちょっと待ったっすけど、なんか動かへん、カメラが忙しかった。ヒュー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 。メールは確かに結構送った、メールは結構送った、間違いないの。眠いの？まだお仕事してた？大丈夫？もうちょっと働いとかんでいい？間違いません。寝ぼけてはないから。多分寝ぼけてはないねんけど、なんか、ミュートってほしいのあるよ。今朝やから、後ほど、あ、後ほどですね。 OK、 見といて。働かせる。うん、お茶凍ってた、冷蔵庫に入れたけど凍った。上の方、分からへん。
飲んどったらカラカラカラってなって、前髪もやったのに、なんか夢見た気するな。どんな夢見たっけ、ちょっと忘れた。コナン君は見終わった、ちゃんと。で、ザンナで凍る。アイス、なんか今日はやる気が出ません。なんか永遠寝れそうな気がする。なんか病気かな、マジで。大丈夫かな、でもって。ほんまにやばいねんけど。大丈夫？マジで、病院行こうかな、行くか。こっちの方で。マジマジマジ。ああ！普通に夜寝たらかな。あ、そう、え、ちょ、雨やんな今日、今雨やん、それや、雨、雨のせいにしてる。それやって言って雨やんか今日。今日豆なんや。黄砂？え、マジで？やば。死ぬやん、頭。しかも雨結構降ってたよな。思ったより。そう、なんかパラパラ、パラパラ。しかも雨や！だからや、小指がマジ痛すぎて、ここ。ずっと。なんか骨折したとこがさ、あの雨の日とかになったらめっちゃ痛くなんねんけど、今日はここでした。めっちゃ痛くてカクンって寝よった時もずっと「いった小指いた」とか思いながら今も痛いわ。めっちゃ降ったよな、頭死ぬマジ。え、桜どこが？それな。おじいちゃん死んだ。コナン見ながら寝落ちした。え、けど一応最後まで見終わった。名古屋の桜なん？え、マジで見に行こう。またこれ見た。名古屋開花宣言。ああ、そうなんや。ってことは名古屋から西ぐらいはだいたい咲いてる桜。しばらく暖かい。ってしばらく暖かいって言ってさ、そっからまた寒くなることあるかな。もう今年あ寒くならへんか。今日はちょっとだけ寒かったけど。って考えたら今日松葉行ったんやけど、午前中やったから、マジでよかった行っといてって思いましたね。え、あれ寒くなること嘘やん。マジ集中できひんねんけど。でもこれじゃんとほんまにやばいし、
どうしよう、ちょっと助けてくれ、みんな助けて。おーおー、めっちゃ降ってるわ。まだ降ってた。二人で行った。その子供はそうね、寝よっかな、マジ寝れるていうか、子供はそうね、寝ってさ、明日の夕方もあと寝れるの絶対。寝る時間から寝る時間ってお休みしてた。おやすみ。そこで爆睡してたわ。目やばいよな。そうじゃないし、一旦気をマジで。テンションマジでほんまに寝たらやばいってレナ。マジ寝すぎないけど。みんななんかさ、レナが今眠たくしとんの、なんかさ、そっから寝てないんじゃないみたいな思っとくかもしれんけど、違います。絶対レナロングスリーパーやって。マジでみんなの5倍ぐらい寝とる気するわ。冷蔵庫に頭突っ込んでも目覚めへん。眠いってことは睡眠足りてない。だからレナの睡眠の基準が高すぎるんやって、多分分からんけど。俺もロングスリーパー。でも絶対違う。絶対違うとか。マジでやばいんやってるな。寝すぎて眠いのかな。ちゃんと寝よう。ちゃんと寝ても眠いね。いつも。大丈夫かな。寝たの。壊れてる？今日は夜寝る。え、それな、マジそうやねんけどさ、昨日もマジ危なかった。配信終わってお母さんと LINE してたんやけど、その間に いや、リズムなんこれ。いや絶対。でもさ、あれな、小学校とか、小学校っていうかちゃんと学校行った時も眠かったもん。高校の時とかもちゃんと夜に、え、マジ夜 の、 あのほんまに9時半とか10時ぐらいに布団入って、あの毎日配信してない時とかマジそんなんやった。もう今日は配信せえへんみたいな、もう絶対明日起きれんくなるからマジ早く寝ると思って。寝る時間、もうこれぐらいの時間にお風呂入ってみたいな。
ちょっと待ってよ。順位予想書きました。私も深夜にちょっと聞きながら。親友結構野球知っとうからなんかレナの予想当たるかもしれへんっていうのでずっと考えてないの。一から最後まで考えてない。これがちょっと面白いよね。そうちゃんとこれ何やと思うみたいな言ったあかんねんな。今言ってくれそうだったわ。まあお楽しみにしていてください。それが出てレドの結果が合うかどうか。何に書いたかも忘れました。どこが何って書いたかも。みんな面白い話してそしたら起きる。あー小指痛い。雨と共に痛くなる。雨がいっぱい降ったら首も痛くなる。痛いです小指さんが。水の歌大根おろし。何だそれ。大根おろし。野球好きで見てるけど当たらへんこういうのって。そうなの。野球がたこ焼き屋さん作って。絶対美味しいやん。マジだ。くら寿司。マジ。お寿司はくら寿司派。でもそうなのっちゃもいるな。死ぬ。手に手に飛んで消して。はい。今すぐ。そんな人は嫌ですね。握手の時は全然痛くない。はい、痛いです。小指を助けて、このムチムチな小指さんを助けてあげてください。痛いよー。ちょっとこうやってしそう。ちょっとこうやって。エクボ作り大会。何？ここら辺に欲しいよな。ムチムチ欲しいになるんや。やば。ムチムチやねん小指。大会参加者みんな。目覚めマジやばい。助けて。寝たの。ここら辺に。エクボーでムチムチっていう。確かにそうかも。ここや。なくなった。具合悪いかもしれない。ねえですねえですが、アタゴンさん、
みんなねえ起きるわこれはこれはっていうか覚えたって。体調全然悪くない、大丈夫マジですよね。痛い指が。はい、ごめんなさい、うざくしてうざくしてごめんなさいごめんなさい、うざくして。そろそろ起きるわマジで。レナは静かやのにそれ以外のものの音の方がうるさいっていうの。リップ塗ろう、あっちにあるから。いや眠いだけ。レナもうほんまにロングスリーパーやからマジで、だから眠いね。うん、いやいや飲んでない、雨が止んだら治るから。ムチムチです私の声が。無理、こういうムチムチのやつ買えるかで無理。テルボール使ってる、危ない、行きよう、そろそろ。行きます。おはようございます。なんか話すことあったっけ、今日の出来事。普通にちょっとからな、なんやろう、うーん、痛い小指が。復活。いや配信終わったマジね。何しようかな、ダンスでも踊るかなって感じ。痛い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 、マジ痛いねみんな。あ逆にこれ以上痛い、うらーってやったら痛いやろ。マチパーか、マチパー好きなもないかも。水たまりたまにあるような、ピチャーってやっちゃうの。たまりません。19制服、19って制服だっけ、配信。制服だった気がする、確か。
人あなたは。制服か。すごい、あつありがとう。会おうね。目玉はアーカイブ覚えてない。31の撮る1枚も出てなかったな。えー、人気な公演やから。今レナがおるから、レナがおるから。今日見たアーカイブ、確かに春休みの時に撮ったことができればいいね。なんか4月の1,2,3,4,5 ぐらいのどこかで親友が来てくれるっていう話をしとるけど、ちょっとレナの予定もまだあれやから、今決め中。2人で初登場になるかも、レナの大好きな親友ちゃんが。31に前出とんかい。2枚出とんや。レナが出てても2枚出てました。31日は残念ながら出てました。確かに妖怪言われないな。確かに。どうしようかな。何すぐ何覚えれるで。私は発表はできないんですけど、いつやろな。え、俺ならもうまだ連絡来てないから、あ、まあ何日にあるっていうのは大体やけど、メンバーはまだ来てないから。気が飛んだ。だからなんか雨の音っていうのが嫌じゃない、このなんか外降ってますみたいな音が気分を下がる一つだと思います。でも雨も好きな人がいるかもしれないから、雨だからしんどいねっていうのじゃないんですけど、私はどちらかといえば晴れがいいので、どちらかといえばっていうか、多分どちらかといえば雨がいい人も中におるから。そう、はい、いろんなねご意見があると思うんですけど、ほらそういう人もいるんですよ、雨の音大好きみたいな。私は雨の音はちょっと気分がね下がっちゃうんですけど、人によるんですよね、こういうのって面白いですよね、人間って。人間って面白いですよ、はい。でも、あ、夏の時とかはめっちゃ晴れてたら太陽消えてほんまに暑いねんって思うじゃないですか。だからどうでしょうね、人間によるっていう。夜入ってきてる。うーん、出ろよ。濡れへんかったら何でもいい、雨降ってても。かわいい、知ってるよ。雨とリラックスできる。え、そうなんや。太陽じりじり感じでもどっちも好きやん。幸せやん毎日。曇りの日以外。レインコートってなんなん。カッパでしょ、カッパのことやろ。みんなレインコートなんか着て外出るん、自転車とかの人以外。カッパとかなくない、人生で一回も着たことないねんけど。マジ、え、来たことある、みんな。小学5年生のなんかなんちゃら学校みたいなやつに持って行ったけど来たことない。ね、自転車の人いる。あ、コンサートね、はいはいはい。いや、そういうのじゃなくて、あれ
ポンチョって何？何それ何それ、何それ何それ何それ、初耳初耳、レインジャケットの着てる、何それ何それ、初耳初耳、何が違うん、あーカップ濡れた時にってこと、確かにそれ誰よな、なんかお風呂で乾かすのもとかいろいろ考えるのがしんどいよね。ポンチョがカッパみたい、そうなん、お酢の席屋根張ってはずいやんそれなんかサガンやばいめっちゃはずいやん、歩いて会場まで来ましたみたいな人のことほらあれを出さないかっぽ、へー、ああのなんか何、なんかケープみたいな感じってこと、やんな、サッカーできるんだ、どうしたら起きるかな、教えて、どうしたら起きるか、そろそろ起きない、やばい助けてうん、最終夜全然マシ、もうほぼ眠くない、近い、ちょっとだけ眠いけど、マジさ、え、ちょ聞いてほしい、じゃあさっきさなんか寝とったら上でマジでさダーンみたいなまた聞こえて、マジ叫んだろうかと思った、うるさいマジで、どんぐすかったと思うぐらい、あー分かる分かる分かる、なんかこう形がね、呼ばない、マジでマジだ、掃除機じゃない、もう足音なんなんマジなんなん、ほんまにもうちょっとさ性格なんか、ガサツな性格みたいな、多分ね、もっと弾いてないんですかねみたいな感じ、もっと買ってあげようかなみたいな、もっと買ってあげようかなって、ほんまにガイボックス入れたろうかな、その人のうるさいから引いてください、マジ叫ぼう、ほんまに、もちろん通信って表情筋、管理人さん誰か分からへんねんけどほんまにやばいんやって、声とかならまださなんか分かるやん、なんか何喋ってんのやろうとかさ、気になってこうやって耳とか傾けてさ、えこんなこと喋ってるとか、日本語かとかなるけどさ、おっと足音、やばいね、ほんまにやばいね、なんかトン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 とかじゃなくて、ムカつきすぎてさ、え、そう天井無理やん絶対、え天井にマジさなんか投げるもんあったら上にドーンと投げとるからとか思うねんけど、そんなん言っとうだけでそんなんできひんから、横でも横にドンドンってなるし、もうさ上に聞こえへんやな多分、だからえマジやばいから、ほんまに音がそう、トタ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 、しおはうーん、お疲れ、今日も頑張ったね、偉いよ。
そっち上回る上マジで弱いから。いやでも下もか、レナが叫んどうからかな、キャーって言ってうるさいみたいな感じで足元で攻撃されたのかな、ね、上の人に下の人から下から声が聞こえてさ、上の人はさなんか下に攻撃できるけど、なんかレナが攻撃されてますみたいな、そんなされてないと思うねんけど、攻撃できるからいいけどさ、でも逆やったらいいやん、下の人がさなんかうるさいなーとか思ってなんかでなんかドンドンってできるならいいけどさ、上の人ってできひんやん、上の人へ攻撃ってバット待って、あ、行こうかなマジで、ほんまにやばいからな、マジどんな人が住んでないの気になるな、これ普通に。マジでやばいって、めっちゃ音やばいね、え、G 出たらマジ普通に住民に頼むから助けてください、ピンポン押しに行くわ全部屋、最上階に行くわ、いい日なんて来たかな、安心してお風呂入ってこれるいてくれたんや、まあ45分で切るけど9時で切るけど、向こうもワンチャン思って向こうも思って足音で攻撃されとる可能性あるやん、屋上にテントはもう家賃とかそういうなんかあれじゃない、家ちゃうやんもうのワンちゃん、じゃあ50分に終わろう、お風呂入りません時間帯を言うっていう、50分前に、え、それなえ、どんな文章さ送るポストに、どんな文章ポストに入れるそれいいな、自分に入ってたらめっちゃ怖いけどな、匿名で言ってくれるの、え、そうなのけどさ、匿名で言われてもさなんか足音とか言ったらもうレナしかおらへんやん、だって下の階やから、だから先入らない、いやしとくから入ってきていいでいいよ、いってらっしゃい、お風呂行ってくる人どうぞ皆さん行ってください、適当にやっとくから、思い出しいや20分は2時間だけど無理、もうちょっとあったかくなったら虫出てくのもいい、物件みたいなの嫌だね、なんか何送ろうかな、上の人怖い文章、何送ろう、うん、やめてよ、実は上に誰も住んでないとかやめて、そういうのいやマジそんなん言われても怖くないぐらい物音がうるさいんよ、ほんまにこれでほんまに上誰もおらんかったらもうマジもう名古屋から出ていくわ、あれな怖すぎてもうこの家から出ていくとかじゃなくてもう兵庫帰るわ怖いからマジでマジで、ほんまに大とかが買ったん野球、ここ野球もう始まったんやね、こうとかね、今日から通うわもう、じゃあ名古屋に、怖すぎやろそんな、こんなもの落ちて立っててさ上に誰もおらへんとかもう怖すぎやめっちゃ怖くないそんな、試験さ
久々のハロー界隈じゃなかった。配信待ってください。ありがとうございます。大阪桐蔭と報徳やったってこと？え、そうなん？大阪桐蔭と報徳じゃないよな、さすがに。え？そうなん？え？兵庫？違うな。近畿大会とかじゃないよな。桐蔭に勝ったん？報徳が？そうだ。すごいやん。すごいやん。すごくない？普通に。そうなん。実は何か限らないけど怖っ。千葉県民の中央学院が、中央学院がちょっと分かんないね。でも本徳何でも強いからバスケも強いし。全国大会、全国大会で兵庫と大阪が当たったんや。絶対練習試合してそうやけどな、大会とかの前に。どうしてんの。そう、高校野球の話してた。大阪桐蔭友達行ってたわ。負けたんだ。報徳、報徳はちょっとバスケしか分からへん。え、そうなんだ。何回戦とか。もう終わり？野球。もうちょっとで終わり？あと何日ぐらい、何回戦ぐらいで終わり？今日朝昼晩したよな。準々決勝。え、そうなん。じゃあ明日とか準決ってこと。もうじゃああと 2,3 試合しかないってことやん、1日に。ん、え、それでさ、あの報徳が準決まで残ったってことやろ。めっちゃすごいんじゃんそれ。なんか関西が強いみたいなイメージかもな。どっちも残っとった。うん。で、あさって準決ってこと。頑張ってほしいですと。もう、お願いします。頑張ってください。え、待って、じゃあ、本とか買ったってこと。本とかって兵庫やんな。ってことやんな。桐蔭にさ、あれやったから。そういうことか。え、じゃあ、どことやるん、本とか。多分分からんけど、その千葉？やしろ、ね、やしろね。あれってあれやんな、なんか。やしろ高校出た時って、なんかめっちゃ前に決まった、なんか変なルールで出たやんな、あれって確か。でも結構勝ち進んでたらな。頑張れじゃん。報徳、兵庫と報徳混ざった。兵徳。そうなんや。あー、千葉と準決。報徳の優勝の時。そうなん。すごっ、報徳頑張れ。そうなん、兵庫強っ。すごいやん。そうなん。報徳すごっ。そんなすごいん。そんなすごいんや。それな、ヤバサータンと戦いやん。そうなんや。ちょっとなんか起きたわ、報徳の強さにビビって。へえ、すごいね、やっぱり。報徳マジそうなんや。千両と県大？何それ。群馬県。すごっ。あ、大阪と、あ、だから大阪桐蔭が優勝候補で今日報徳が勝ったから、だいたい優勝のあれがでかくなったってことか。
だから今日決勝戦みたいなもんって言ってた。これでじゃあ千葉が勝ったらめっちゃもっと面白いことになるとかだな。みんな大体さ、報徳が勝つかもって思ったの今日の試合見て。野球ってマジでさ、なんかそういうところあるくない？なんかバスケみたいにさ、なんかもう例えば20点差とかやったら、もう巻き返せるっちゃ巻き返せるけどさ、もうなんかなんていうの、実力の差とかさ、もう完璧な差が生まれるけど、野球ってマジでさ、いや分からんけど、なんか完璧な差が生まれる時もあると思うけど、なんかマジさ、なんかもう3、4点とか5点ぐらい離れてってもさ、なんか、ホームランみたいな。ホームランってなったらなんか3点入りますみたいなさ感じじゃない？すごいよなマジ野球って。なんか運いるよな。運育英強いバスケ。いやそれな、高校野球すご、高校野球っていうか野球っていうか、えそれな、バランスがなんかちょっとなんか野球っておもろいよな。ピッチャー強いって、あーそれ聞いたことあるかも。なんか1試合200何何球みたいな、もっと投げるみたいな前に言われたっけ。最終回に4点逆転、感動やな。それやば、見といてよかったってなる試合やな。スポーツは得意、もうやります。うちの野球チームどこ？カープ？よくわからんからな。バスケの段に続いたよ。レガには絶対無理な世界。LINE がなんかおもろい。みんなココハとか話してる LINE で。ねえねえ入ってる。そうなん？そうなん？草野球。ちゃんとした野球チームの草野球とか言うやつ。マジ最低すぎ。いや注目選手。勝手に注目選手にされた。確かに顔気になるけど、草野球であったん？え、でもちゃんとしたチームやろ。けど、すごいやん、優勝3チームしかおらんとか。ずっと失礼なやつ。それな、なんか煽ってる4チームちょ、なんか違うからみたいな、もっと強いからみたいな感じを待っとったらほんまに4チームやった。いや、それな。微妙にあったんしな。あっとんやけど。めっちゃおもろない？すごっ、めっちゃおもろわ。なんかおもろくなってった。野球やってた時も決めました。あかんやん、もっと頑張らな。もう遅い。天才やな、やばいなあれな。おもろない。最近やろ、3チームしかないやろ。おもろいやつでごめんね。
おもろいやつでごめんね、ほんとに。いや、それな、レナも笑った、普通に。おもろい。戦ってる、クロミが。なんか、話すことあったっけな、今日の出来事で。何やろうな。うわ、お風呂入ってるし、これみんな絶対風呂入ってるやん、今。まあ、実は一徳マジおもろいねんけど、最近話してたんだけどめっちゃ朝から配信してるんだね、困り絵文字。朝配信しすぎてフォロー外される手前みたいな絵文字ですね。そんな、今ご飯食べてた帰り道、マジでみんな結構なんかいろいろなうやな、もう8時台やから帰り道気をつけて。え、それな、何するの、テレビ見てた、風呂のタイミング迷ってる、やんな、ここ見のすぐにレナが始まった感じやろ。見てましたからね、最後のマジここ見まで最後のほんまの一瞬、マジで最後のほんまの一瞬の気に入った。え、レナにとってマジこれ朝じゃない、朝。なぜねえ、いた、それな。写真わかる、それな。ほらほらほら、ただめっちゃ配信するなって。じゃあ来てくれとんかな、朝配信。ほら、外さないよって言わしてしまった。マジぴったりで開始して、よしやん。ほんまや、8時ちょうどやった。で、なんか、レナの配信に来てる、レナの配信に来てる人が、なんか、ココミの、なんか、ココミさん8時までしかできひんから、なんか、バイバイみたいな。ほんまにバイバイの時にコメント見た、コメントとか、ココミの配信に入ったから、で、バイバイってした。言ってた、みんなが。いや、偶然狙ってない、普通に配信しようと思って、でつけようと思ったらココミが配信してて、ココミの配信に入ったらバイバイってしてたから、時計見たら8時やんと思って、でココミが終わってそのまま、もともとしようと思ってたからそのまま始めたらちょうど8時に始まった。わ、いいですね。そうやな、あ、ここ見が終わったら来る、いつも。朝は仕事やる時には見れるから、朝は見れないんだけど、スイちゃんのこと言うからすごいね。あー、そっか、朝は見れないんだね、すごいなって。すごいなってね、思ってるんですね、ありがとうございます、嬉しいでございます。私すごくないねんけどな、ずっと起きとうだけやった。それ8時スタート、あー、ここ見が終わってすぐやから、うん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 、何かありそう、セガシ公園なんか出てたっけ、もう。5時からやってるから見えます、それに今入ってきてくれるのよな、
朝起きて白い時の可愛い時に見れて幸せなの。ええー、嬉しい。幸せなの嬉しい。あ、あ、ゴーゴハ、行ってらっしゃいみんな。え、結婚して。いいよ。結婚しようね。結婚しようね。早く結婚しようね。一番目の女、みんなの一番目の女の配信が来たよ。行かなくて、いいの。はてな。何歳かけない家行くの何世代で何で。しようね。5時まで寝てるら支度済ませる。偉いなそれは。何時に寝てるの逆に夜。この時間に寝れないと4時とかに起きないってことでしょ。普通に、ちょっと、どうぞ。これ行った方がいい。行った方が、いや別に。いや、例のように。いや、思ったね。ちょっともおるんやろうなって思った。例だもん。自分ならたまにしか配信しないから。ああ、そうなんだ。待って80あと20何人で3000人企画達成。企画作ってないけど3000人企画達成。配信しすぎて配信しすぎてやばない。今月なんかフォロワーの数が今月かどうか分からんけど、これが正常な増え方なのかもしれんけど、だってこの間お母さんにさあと何人で3000人だねって言われてさ、まだこんなにおるやんみたいな。あ、11人え、じゃあ今日行こう。今日11はきついからさすがに。1日1人の時とかもあるもん普通に。11人なんや。あ、アイス買ってたね。見た。美味しかった。まだ食べてない。痩せると増えるのか。ほら、あの、いなくてもらった。いや、やばアンチやねんけどアンチです、それ今月に行きますかね。今月があと何日かちょっと分からへんけど。テロップ今日11人来てない多分。3000人行きましたって嘘のテロップ書いとこなんかおもろそうやかな関西弁だ。スキーの人なのにめっちゃ関西弁だ。オーディションの時もらんかったっけ。たくさん捕まえる。イエーイ、おめでとう。ありがとうありがとう。やったーやったーやったー、ありがとうございます。でもなんかこれからの予定みたいなのに片野さんの名前がない時がちらほらあったから感じなんですよ。なんかファンの人もそうって言うやん、なんか生誕のなんちゃらがないとかで察するみたいな。オーディションの時絶対おった気する。絶対おった。この配信もんで見てる。3000人おめありがとう、ありがとう。3000人ありがとう、ありがとうございます。3000人ありがとうございます、はい、ありがとうございます。え、そう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 、予定に載ってなくて、そうそうそう、
私がもらいに来たかも。え、絶対コメントしてた。え、いやどうなんだろう、違う人なのかな、あれ。オーディションの時の人結構覚えとんねんな。あ、フォローが一人増えたで。でもこれさ、一回終わってからじゃないとフォロワー更新されへんやん。レナのフォロワーでも3000人、イエーイ。でもお花とか4000人ぐらいおるよな多分。確かすごすぎんそれって。普通にすごいよな、マジ気分上がんねえ。おいしょ見てなかった、なんか歌おっかな。もしかして可愛くない、水的役にないかも。確かに、ちょっとオーディションの時はちょっと一般人すぎた。今も一般人レベルやけど。マジで何も考えてなさすぎて。オーディションちょっと見てた。次は4000。いや、そこまでが長いやんな。4000が。まだ4000ぐらいおったよな。確か。遠い道のり。いや、普通に花が可愛いからじゃない。なんかちょっと LINE でみんなが盛り上がってるんですけど。うん。あるあるなんや。お花は歌が上手いから、カラオケ配信して増えても、私は歌が上手くないので、増えないと思います。わかりますか皆さん。これのことに関して。私はなんか、34番でした。え、チョコパイのアイスめっちゃ美味しいやろ、あのいちごの。あ、お風呂入ってた。私もかわいいよ。ほら、なんかレナはなんか、なんか、でもなんか一回、なんか、メールで、一回っていうか、あのなんか、ついこの間のメールの返信を見てたら、なんかあの、なんかレナの歌をめっちゃ褒めてくれる人がおって、で、それのなんか返信がめっちゃおもろくて、ちょっとなんか、めっちゃおもろかったやん。いい響きですね。なんでそんなん大声なの。で、研究生のエヌミカさんと同期くらいかと思った。え、待って。え？え？私、研究生なんですけど。サタゴンさん、卒業。急なずつ卒業しないんでね。圧かけて、レナが。なんか卒業しそうになっとったら。ベテランやめて。8期生ってこと。やばすぎ。死んだ。フレッシュさ、フレッシュさやっていこう、ちゃんと出していこう。ちょやめて。ベテランやめて。やばいって。いや、あれさんと同期やんな。やばいやばい。え、マジオーディション初日はほんまにショールームとかもアプリも知らんかったし、初めて入れて、あの多分な17時からできるようになったんやけど、絶対17時からしなあかんと思っとって、17時の秒針がこうやってなった瞬間に、スタートみたいな感じやった。やばいな。いや、それな、ちょっと褒められとんか、なんか褒められてないんか分からへん。 LINE
のタイミングでは見たんやな。やば、すごいな、やばいな。見つけれなかったんだよなまあいいや、今見つけてるからレオのこと、見る目あったってことで、はい。ちょっとね、しゃあなつがち、いやそれなやばいな、おもろすぎる事実おもろすぎる事実、もうさすがに起きてきたわ。お風呂入ろう、終わったら。今日は絶対すぐにお風呂入る。え、マジどこにも出没しません、私は。キスするかもしれないので、その時はいないので。しかも12期ですからね、私。うん。そっか。柿本瑠奈の SK 風景で緊急数だけしか書いてないんか。そういうことね。だからか。この世に絶対って言葉はないって一生思ってる確かにうん、この櫛が生還させまして、ちゃんと頑張って生還櫛少しタイプの好きな子は好きになってからタイプみたいな、好きな子がタイプみたいな、それね、それそれです。どこかに出没してるけど、もう出没しないので、あの行かないでくださいね、今日配信終わった後。私出没しないのでだからてか30人まだ行ってなくないなんか行ってないけど行ってないけどテロップ書いてんそしたらみんなおめでとう言ってくれたね、ずっと来てくれとった。18なんだ、マジか。え、どういうマジか。18に見えへん。何歳ぐらいに見える？25とか何歳ぐらいに見えますか、私。みんな祝福してくれた。え、あ、祝福じゃなかった。頭の中では3000人突破まだ JK やから、別にギリとかじゃなくて21じゃない死んだやもろすぎる8年きちょ、やばい、21歳やば、21歳です、私。はい、よろしくお願いします。今日が21歳の大人レノさんです。よろしくお願いします。え、でもマジで配信はほんまに年上で見られることが多い。あと身長も高く見られがちなんですよね。すいません、チビでまだ18でございます育てていけないけど、ちょっと懐かしなった。マジでそんなの見えないんや。JK6 年生、 JK に見えない。え、嘘やん、マジ嘘ね。160ぐらいってよく言われる。あ、お風呂行った20歳なら12時まで配信そうやね、ほんまはできるねんけど、ほんまはだから前も言わせていただいたんですけど、本当は4月1日もできるの。あ、間違った。
き人っていうか、あのこの3人とペアになることが多くて、だからマジでみんなスタイル良すぎてさ、私大丈夫かなって心の中で踊りながら心の中で思ってます。いや、ぐんとは伸びひんやろぐんとはよさげ顔顔がな。いやマジそれ、顔だけ見たらマジで身長めっちゃ高く言われる時とかある、時とかあるっていうか、そっちの方が言われる。なんでいつもポンポンやるの。え、遊んでる。これでトントントンってしてる。大人になったら身長伸びるの。確かに確かにじゃあるのあかんか。この子はの子は犬だもん。シナモンって子犬やったんやって感じ。男の子なのは知っとったけど、ここみ身長が低く低く低く見えるが違うもん。確かに背伸びくのもマジで背伸びくのもな、小さくてかわいい。でもさ、お疲れ様です。ハロー。なんで4日で大人、え、それなの。4日で大人なんですよ、私。知ってました。レナの顔だと身長あった方がしっくりくる。ほんまに？マジ？マジで？マジで言ってるそれ。急に嫌いなんだ。今日マジずっとさ、下パジャマやねんけど。やばい。ほんまに。ここに、猫さん、へそ出しコール。いつ？名古屋じゃないわ、通所でね。綺麗な変なモーバメを撮ったっけ今日。お茶？お茶モーバメ？急に大人になっちゃうの。ごめんね。急に大人になっちゃう罪な女で。ごめんね。なんかごめんね。本当に。1日になったら。そうなんだよね。急に大人になっちゃうの。シークレットシークセイクラメしよう。お茶もばめ変身してくれた5月11日に毎日罪の女でごめんね本当に。はーい、キッズ。ワッツキッツ、ワッツ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 キッツキッツなのかベテランなのか。いやそれなどっち、マジでマジどっちですか。わーい、わーいキッズ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 です、わーいキッズです。今日って何日みんな。
今日何日か教えて、知っとう人。今日何日？キッズ喜んでないの？喜びません、キッズは。男なので、私って28ということは、明日、明後日、しあさって制服の目ってこと？みたいな。なんかさ、レナとツインテールしたらさ、左右の量が全然違う。これマジ共感して共感できひん人の方が多いと思うんですけど、もし共感してほしい。わかる、見てもわかるやんな、多分これ量違うの。ほら、わかる？こっちの方が多いね。はい、31年、頑張りますよ。頑張りますよ。楽しいかな、公演。楽しいだけじゃやっていけねえんだぞっていうことをね、知らされました。うん、ごかりに行っていい。え、いいです、ご飯食べたい。そう、真ん中で分けても量が違くなるねん。毛量の話、毛量にさ、そうそうそう、外れたのでお家で寝てますねでねってやつ、それがでねってですかね。広島にいるんだ、31。なんで31寝る？いや、みんな31寝るじゃん。鉄鍋なんだ。ポテトがあるなら行くわ。ポテトがあるっていうならまあ行ってもいいかなっていう感じですね。31当たってる人いないの？みんな寝るやん。当たった人、31。31草野球。草野球頑張ってね。29だから。ポテト好きなんだ。ポテトはもう、ポテトあったらマジ生きていけるんだけど。てか、ポテトだけでいいよ。それ言い過ぎかもだけど最善立ってるけど迷ってます誰振るかも迷ってるんですよ。最善だよね、確か。いや、飲み会代わりに、いや、配信できないじゃん配信できないじゃん。トレードあってほしいよね。トレード出てるんだっけ。迷ってたんじゃない。あー、公演当たったわ、広島から名古屋。マジで大変だね、みんな推し活すごい。オレンジミングに決まってるじゃないですか本当に怪しいんだけど、普通に怪しす、怪しすですね。パンケーキ食べに行くな。あ、だよね下手なんだっけ。パンケーキ食べた。へえ、新しいメンツなんだ、31。30ね、外れちゃったんだっけ。親方たちのところに直すね、ふうのキャひどひどいけど、まあなんか満足感もある言葉だったね、レナにしたらひどいけど。そっか、広島行かずに行くってことや。広島行かずに、あー、そういうことね。怪しまれてるの。いや、まあそれはね、もう怪しいんでしょ私は優先肩とか、そうなんだ。
そういうことね。みんな当たるんだね。まあ、順番にってこと、順番に当たる感じかな。よくもしね。知ってる。レナ。え、ね、美味しそうやった、抹茶。マジ美味しそうやった。え、でもあのチョコ食べたかった。あれ、マジ美味しそうやった。今の優先順位。え、でも、待って。え、待って待って。あれ、友達優先、優先なの。まあでも、友達も大事やから。はい。優先、どうぞ。どうぞ。バレてなかった。いや、バレてるで。バレてるから。普通に。たまたまな気はするけど。でも、どうなんやろ。全く当たったことない。毎回申し込んでて、全く当たったことない人っておるんかな。おらんかな、それはさすがに。どうなんやろ。6回当選しました。あ、公演だったか。あはははんじゃないよ。じゃないよ。気づいちゃった。マジ確かに当たってたな、だいぶ。レンチャンとかで当たってなかったっけ。23分。ありがとうございます。ありがとうございます。制服のね、入ってる？入ってたからってこと？当たらなかった。平日の方がやっぱ当たるんか。来年食べよう、あんぱんケーキ。マッチでおっしゃった。完成度の最善。いやー、よかったよな、あれって。生誕ってさ、やっぱりその推しメン登録が多く当たる。多く当たるのかな。西とはるかしてると、でもしてないのに当たってるくない。推し登録ってその研究生ってことやんな。それはあるよね。予定がある。うん、予定先に立てる派の人ですね。もうお仕事とか置いといて、みんなどう？予定ってさ、立てるとき、結構前日とか、一週間前とかから決める。当たってるの？え、それの？それの？それの？姫設定関係なくなったってリリースはあったけど。いや、ある。お姫設定 100% 関係ある。100% 関係あると思って、思った。レナはな。わからんけど。関係ないかもしれんけど。いや、あるで。え、絶対ある。絶対ある。当たった。え？いるの？いや、どうなんだろう。100% なんてないかもしれへんな。じゃ95%。いや、レナから見たら、なんか、あ、推しメン登録で、やっぱ決まっとんかなって思いましたね、私は。とか、あの、アーカイブの再利用してるとか。私の生誕外れた。なんでやろ。まあそれはそう、当たるときは当たるし、当たるときは当たる。え、でも、え、絶対なんか考慮はされとう気がする。推免登録のやつだって意味なくない、あれやっとるかな。あれでやっとってさ、お父さん入って飲まされた誰に。あれやってて、日を少し開けてこう、ああ、だから何公演か開けて入ってなくてこの公演みたいなやったら大体当たる。みんな柿本レナじゃない。じゃない可能性はありますよね。考慮されてないけど、そうなの。いや絶対考慮されとうと思うねんけど、レナ
だって劇場入っとって思わん、みんな。なんかちゃんと割り振りされてない、色聞いとこ、また聞いてみるね、またなんか聞いてみたいと思います。月一応募でやったら公演外れへんねん、色サイリウムサイリウム見てさ思わへん、こんな均等なことあるって。もう思うけど、以前考慮されとったら絶対今も考慮されとって、分からんけど知らんけど知らんし分からんけど、え、だからなんか多分そのなんか出演メンバーの推しメン登録の中で抽選していくみたいな感じじゃない、で登録で研究生じゃないかったらその人たちで抽選を結果教えるわ、また何かな、どうなんだろう。けどなんか毎回見る感じなんかまばらやから、あ、そのための推しメン登録なんやって思いながら思ってた。違うんかな、うん、そのためにさ、そのためにしてるんかと思ってた推しメン登録違うのか、推しメンって毎回変えれるんや。そういうことね。なんか最近気づいたことがあって、レナ。なんかさ、その物とか使う、普通になんか物ってさ、なんかずーっと使わへんかって、まだ1回とか2回しか使ってないのにずーっとそっから使わんくて、久々に使ったら大体壊れてない使い古すまで使ってないのに、なんかちょっとの間全く使わずに置いとって、で使ったら、いやまだあの時の1回しか使ってないのにいつの間に壊れてんのみたいな、ない、え、でも起きないかな買いまくると良くないと思ってる。あ、使えへんよな、大体な。変えてみよう。でちょっと残って、え、痛いな。お疲れー。ふんふんふん。え、それな。そういうのあるよな、マジで。書き直しメン登録する日。え、絶対来ないんじゃない？多分来なくない。テンプがある。ああ、何やろうな。帰れるけど何日連続？ああ、それが消えるんちゃうってことか。そういうことね。へえ。あ、それが持続されるんか。すぐ返品したら、え、なんで？なんでなんでなんで最近返事こっちのオプス日本もくもくここもく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 って、3000人はてな、フォロワーやった後急に増やさなあかんけどわざと、わざとなんですよこれ。なんか書いとこうと思って、なんか気分だけ3000人いっとけば気づいたら3000人いくかなみたいな気持ちだけ先走って、テロップでございます。今日は、今日のテロップは、に喜んどいたらいいかなみたいな感じ。でもあと9人やって3人増えたやん3人増えました。何の曲でしょう。
何の曲でしょう。そう、気持ちだけやったーって感じ。詐欺とか言わんとって内緒内緒。それじゃ桜米やろう。3000人行きました、イエーイ。はい、桜米カモン。888とか送って。そう、正解。じゃーんです。最後のじゃーん。じゃーん感じですね。ずっと気になってやってくれました、イエーイ。やっとなんや。でもこんな配信しとんのにブラックやな仕事が。3000人イエーイ。はいはいはい、もっとみんな祝って。3000人イエーイ、もっと祝ってみんな。めっちゃ疲れてる、ジェラシーの少し持ってる。え、どこ？ちょ、上げとってよ。それ見たいねんけど、絶対おもろいやな。ちょ、5つ目のグループラインで拡散するわ。そこのジャンルでそうし、いいじゃない？いけな、ねえ、やめてよ。笑ってま、完全にイエーイ。あと何人って言った方が増える。いや、気持ちだけまず3000人いいかな。そういうのは気持ち大事やからさ、気持ちだけ一旦3000人いったかっていう。だからテロップ3000人やったんやろ。3000人とやったの間に実は文字が入ってて、3000人もうすぐやったっていう。っていうね。あ、皆さん桜コメありがとうございます。3000人おめでとうございます。ありがとうございます。実3000人。いや、これ最後見応えある。嘘やん。なんか振り向いてじゃーんだけやん、ね、ありがとう、ありがとうございます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 。ほら34分。今な、レナがな、今何時やろうなと思ってパッて見たら34分やね。マジマジやって、レナ最近マジ34が多すぎてやばいね。え、なんで35分。そう、3000人かっこもうすぐがあるね。やったな。そう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 、それがあるんですよ。どうやれな。まあでもあそこはカメラにあんま抜かれへんから、うわ疲れたとは思ってないけど。思ってないけど、他にはないしも。すごいでしょ。そう、30に愛されてるんですね私。はい、みんな仕事でフォローしてね。なんていう、知りません。343も言え、え34ね、34。はい、34です。勝手に3番入れないでください。え、疲れてる時の顔してる。でな、公演中、公演中疲れとう時ある。嘘やん、疲れとう時あるんや公演中。ボケで更新。ほら、お疲れてない顔をしてるつもりなんですけど、ダメですね。じゃあまだまだですね、まだまだですね。え、待って、更新出るの嘘やろ、ほんまに。え、ちょ言ってよ、それ叫んで。ちょ、れな、やばいやん、マジか、あかんやん。え、マジ。おもろ。え、無理。え、マジで。え、ちょ言って。え、じゃあさ、みんなさ、あの公演中にレナがもう曲の途中とか関係なく顔死んでるって思ったら、かけレナ顔死んでるって叫んで。マジか。え、その
顔分からへんって言うの。だって疲れてる顔とか意識したことないもん。疲れてること、疲れてるのバレへんようにしなあかんや、そんなん絶対。けどそれできてないってことですよ。やだ、最悪なんだが。ボスしやばくて消そうかなってる。じゃ消して、やだやだやだ。なんで今モストするん。終わってしてよ、終わって。曲中に叫んで。 MC で他のメンバー話してるとき、え、顔死んでる、マジ顔死んでる、うそやん。うちらがだ。ちょっとな、叩かれたらちょっと困るもんな。メンタル強いな、確かに。それ叫んでるから。え、マジか、疲れてる顔悪いやん。隣にいなくなる。想像したら笑えんねんけど。え、マジか、そうやん。例えばどの曲が多い。ねえな、詩人はマジで疲れるけど。10時にポスト、12時に消すの。いやいや、10時にポストすぐ消して。すぐ見に行くから。顔顔コール。ねえ、いやだ、見に行くの。だってレナはまだ見てないねんから。まあいいや、別に。なんかたまにさ、調べたらめっちゃそう、目つぶっとん、レナってマジ動いてても目つぶっとんやなとか思って、目つぶっとんの、目つぶっとんのもあるし。はい、もういいよ。もういいよ。何の曲やっけ、珍しい。うちは、うちは掲げる。顔死んでるよ。あ、今消したん。いや、もういいのに。どっちやねんって感じで。気になる、どんな顔やったん、どんな顔やったん。20時までできないのか、ハグルくんどうするの、20時まで。あ、らしいな。え、けど、なんかそれはバグなので、やったらダメなんですよね。昨日の撮影多いね。多くないよ。多くないよ。知らないけど。昨日のリアが。え、マジ？なあ、無理。リア可愛いのに、昼のブスってどういうこと。なあ、無理。それ絶対さ、なんか、リアにカメラあってるやつやん。隣のリアがカメラ。え、待った。ちょ、それグループラインで送って。送って、マジ。今すぐ送ってほしいんやけど。え、ちょ、送ろう。グループラインで。絶対おもろいやん。絶対おもろいんやけど、送ろう。また送ろう。ブスではない。ほんまに？まだセーフ。大丈夫？最悪、無理。ウケる。どう、みんなフォロワー、フォロワーそろそろ30人いった、30人いった、フォロワーそろそろ30人いきましたかね。どうですか、どうですか。リップが消えた。めっちゃ受験くんねんけど。でも今もう何か、でもコメントがめっちゃ下にいってる。1234567891011人。え、いやこの11人の受験がさ、全員フォローしたらさ、もうそれで終わるのに。2991、惜しい。歩いてるんですよね。初見初見言うのもっと丁寧に使い、それそれの初見言うのもっと丁寧に使い。
トントンって兄弟絵文字、ほんまに手声で、そんななんて言うしてない反省してない、特に反省していません逆に反省しろってなるよな、こんなん言われた。美容室行きた、時間がないねんけど、決めた。ドラムで叩こうか、海に向かってダンダン、なんか物投げようかなでも、仕方ないんかな。マットとか、男の人とかってさ、一人暮らしとかしたらマット買う？マットは普通引くよな。あと2人なの。エムリン、あと15分やん。頑張ろう、みんな。みんな、あの、アカウント1人2、3個ぐらい作って。桜フォロー。桜フォローやってこう。あと2人なの。待って。あかん、恋人。多分、分からんけど、感覚的に。え、マジで、もうほんまにやばい。ちょっと、しかもなんか、いつ寝てるんって感じやねん。夜中は静かかな。朝めっちゃ早いなんか嫌やな、こんなん。自分が住んどってさ。皆さん、いや、分からへんねん。え、でも最近やから音が聞こえたの。え、絶対レナの方が先輩だと思う。なんか急にやもん。急に聞こえ始めて。確かに。いや、寝てるし、レナは。寝てるって。てか、いつも寝てるから、配信してない時以外寝てるから。割とマジこれ。これほんまにマジ。ほんまにマジ。マジなんですよ、これは。これマジでして、これはマジでして、妊娠してない時が全然下の階の人。いやでもレナはマジで足音ちゃんと気をつけてるから、掃除機とか、あの夜の洗濯機とか、髪の毛乾かすドライヤーとか、マジで申し訳ない。3時とかにさ、ドライヤーするから。くしゃみね、今日雨やからかな。3時とかドライヤーやばいよな、普通に。だからちょっとなんか3段階あんねんけど、2段階で乾かしてる3段階はちょっとうるさすぎるかなと思って、2段階で乾かしてる。お風呂入るの遅いね。え、待って、あと13分やねんけど、やばくね、マジやば。どうくらい？え？わからん。え、そんな薄くないと思う。だから、お風呂は長い方。お風呂はどうやろう？どんぐらいかな？お湯に温まらへんかったら、お湯温まらへんかったら20分とかかな。
ク押さえてないねんけど。マイク押さえてない。あ、ホラーさん全員行きました。行ったんですけど。ホラーさん全員行ったんやけど。じゃあテロップ編集するな。よし。あ、聞こえた。マジで3000いった。さくらじゃないです、リアルです、リアルでーす。今からするね。3001人になりました。3001人でーす。あ、いいね、ありがとうございます。いいですね、3000人。尊いですね、私。ありがとうございます。これでもう大丈夫だな。え、外される。外される。ワンちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。それみんなはちょっと更新されてないから、ほんまに言ってんのって感じよな。いた。いや、ちょっとハズさん撮って。ユアにはどんな髪型しとるん今日。朝起きてどうしよう。2900人とかのさ、100人ぐらい減っとったら。どうしよう。あ、ここも3000人突破ちょうど。え、マジ、やば、嬉しみ。それでもさ、フォローしてる3000人全くさ違う人とか、面白くない、よく考えたら。おもろ、共通の人もおるやろうけど。朝配信の通知もらいたくないから。X とかでも何人いったってやると減る。え、どういうこと。あ、もしレナがアカウント持っとって3000人行きましたって言ったら、え、そうなん、え、そうなん。みんなあれやん、なんか意地悪やん、そんな。今僕外さないで。僕外さないで。それな、3000人が握手来てくれたらいいんですけど、どうですか、ホラーの皆さん、どうですか。多分3000分の30人ぐらいしか見てないんじゃん。そしたら明日の朝また毎日3000人記念配信。そうやねん、カストロじゃなくなるのにな、フォロワーのみんなが全員来たら。そういう人もいる、いたずらね。僕は激しい遠慮します。嬉しいくせに。逆にみんな来てくれたら ほぼ全部完売するんちゃう。みんな分かれて、トークは行きます。握手は検討中です。キューブやからやんな。な、キューブな、検討するよな、マジで。レナも検討するもん、人少なすぎて。もう裏に帰ろうか。それはトークなんですけど。秋元握手会。そう、みんな握手券買えれんくなるから、今のうちに買っといて。はい、試
急な急な。握手力、あ、握力、握力強いって普通。ループできなくなるのはみんな裏で作戦会議できひんくなるの寂しいわ。そうなんですよ、どっちもおすすめだよね。かわいそうやしね、かわいそうとか言わんとって。違う、人多いから行くのやめようじゃなくて、人多いと思われるから先に剣取っといた方がいいよっていう、あのね、アドバイス。アドバイス感じ。はい、マジ3往復ぐらいうねうねしてるから。そうそうそう、当日券ないんやんな。他のさアイドルはあるんだっけ、48。お仕事終わりの人はね、あと土曜日のキューブはまだ行けたとしても、日曜がな、剥がしが正常になっちゃう。え、マジゆるいよな、やっぱ人おったらゆるくない。そうやで、レナの件いつか効果で取引されるからよろしく。次さん、戦会議やばい、面白すぎる。もう見とって笑えるもんマジでね、こんな可愛いのにな。T シャツ買おうか迷ってる。そうなん、レナに嘘。いやマジそうやね、幕張てか幕張というか愛知もキューブきついよな普通に、どっちも近くの野球、野球見れるとこあるんや。みんなゆっくり歩くの、いや違う、あれやで、ゆっくり歩くじゃなくて、あの垣根な劇団ですから、私たち劇団なので、劇団員だからみんな。秒数短くなる。そうなん、普通に誰か知らん人と話してた。もう聞きすぎてな。もしキューブ取ったら8問誰か買い出しちゃうことになります。あー、そういうこと、そういうことか。もし会場にいるならってことやな。その葛藤もあったんか。いや、一回入ったら垣根の劇団はもう抜けられません。家着いたの2時、やば。そう、靴紐がちょっとそう結んでなくて、こけて靴紐結んで、いたたたってしながらゆっくり歩いてくる全員。対談なしだよ普通に。3000人のかけれな劇団、地獄やなそんな。私見てなかったかせ。けどちょっと見たやろ、アーカイブ見たでしょ。みんな劇団員やで。あと4分、あと3分じゃん、やば、あと3分、やばいね、早いね。何見よう、コナン見終わっちゃったよ。何見よっかなこれから。どうしよう、目覚めたね。だけど見てみんのふり。さよなら。お風呂入る。寝ない、さすがにね。さすがにお風呂入るわ。あの、あれ見た。なんだっけ、ハロウィン見た。ハロウィンコナン。
行かないよ、ワナルーム。ワナルーム行かないからレノファーも行っちゃダメだよ。ダメだよ、行っちゃダメだよ。マジアイドルって自分のさ推しがこの子って思って、他の子の配信見てても気になっちゃうじゃん、ずっと見てたら。だからね、DMM っていうのがおすすめだ。あ、じゃあ、このショールーム DMM 行ってください。ふきな、これからはさ、花花行くんで大丈夫。え、それな、ちょっとみんなさ、なんかお花のコメントはさ、なんか、お花、なんちゅら、今日お花綺麗だよね、かわいいよ、お花かわいいよ、みたいなさ、なんかレナにはなんか、おい、カキ、おい、カキだな、みたいなさ、なんか、おい、おい、みたいな感じなのに、なんかお花の配信チラッと覗いたら、なんかみんなさ、なんか、うん、今日のお花かわいいよ、お花、花花、こんにちは花な、キュンキュンラブリーとかやってんじゃんみんなマジでさ、見てないと思ってんのか知らないけど、本当に良くないと思うよ。あ、インストールしますね。いやマジで本当にしないから、結婚俺とだから、本当にマジでそういうの良くないと思うよ。キュンキュンラブリー良くないと思うよ。もうあと1分じゃん面白そうな見に来ます。ちょ無理だってねえ、ね、やだ、みんなみんなノーキュンキュンラブリー、やだ。じゃあね、おやすみおやすみ、ちち目に叫んで終わる。え、無理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 、あー、十字だー。さよなら、さよなら、柿本でした。おやすみー、バイバーイ。